花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日はいい天気ですね。まずは松下さん。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくどうぞ。久々の桜田拓司君。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。ちょっとなんか太った。ちょっとね。はい、今日はね、もう初めてお会いしました。素晴らしい女優さんですよ。ね、緊張します。このスタジオに女優さんっていうのはなかなか珍しい。いや、以前ね、堀井純子さん、女優さんというか声優さん、忍者服部君の声のね、あ、はいはいはい、堀さんも80歳ね以上でしたけどもね、はいはい、堀さんね以来ですね。ご紹介しましょう。はい、ね、松下さんの方から。いいですか。いいですよ。五代美智子さんです。はい、こんにちは、五代です。ようこそ。なんか初めまして。初めまして、なんかもう緊張して昨日眠れなかったんですけど。今日はね、はい、いろんな話をねちょっと聞きますが、まず生歌からいきましょう。このタイトルは何でしょう。満月の夕べ。風が吹く港の方から焼け跡を包むように脅す風。悲しくて全てを笑う乾く冬の夕べ。時を越え国境線から幾千里の瓦礫の町に立つこの胸の振り子は鳴らす刻むため。飼い主を亡くした芝がどうほうとじゃれながら道を行く。解き放たれ命で
力が入っちゃって、なんか今なんかドスが効いたもんですね。もっともっと軽やかに、この歌がね好きなんですよ、はい、実は。で実は今日生まれて初めてこうやって人前で、はい、まして生ギターと歌えるとい う, ういや、これ舞台外でもう本当に初めて で, あ、そうです、心臓が今飛び出しそうでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもラジオのねお聞き皆さん、お聞きの皆さんも、ね、きっと怖かったと思う。私緊張してたからすごいドスが効いちゃったから、ね、いやいやもうね、あのね、あの歌から始まったっていうのはね意外だったと思いますよね。そうです ね, ね、改めてね五代美智子様ですけどもですね、こんにちは、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。今回早速その横浜ローザーっていうね、はい、この一人芝居、これはもう何年目に、今年で25年目になりますね。素晴らしいですよね。このねメインはもう今回この、 あのコマーシャルでね来ていただいたんですけども、はい、よろしくお願いします。いいえ、これいろんなねあの話がすると長いと思いますが、もう25年ね経ちますよね。でまあそのいろんなご本もねお出しになって、またね追ってご紹介しますけども、この横浜ローザのですね、はい、この CD の中から早速ちょっと一曲ね、はい、ご紹介しましょう。これは、皆様そんなにご存知ないかもしれませんよね。阿波谷のり子、そうですね、阿波谷のり子さんで中西玲さんの作曲 で,、はい、でこの横浜ローザを作る時に作家の杉山義芳先生と、はい、シャンソン歌手の鴈治郎さんと、はいはいはい、みんなでその鴈治郎さんのお店でこの歌を決めた。日の出町ですか。そうそう、日の出町にあるんで、あ、僕も行ったことありますね。あ、そう、シャノアールっていうお店だったんですけどね、はいはいはい、今はないですけども、はいはい、まあ、そこでこのローザのテーマソングにはこの歌だということで、なるほど、決めて歌った。ぜひね聞いてほしいなと。これは昨夜の男、あ、夕べの男、あ、これ夕べ、ね、夕べの男で、これ昨夜夕べですよ。でこれが舞台 の,、はい、音楽テーマソングみたいに流れてくるんですよ。そうですか、じゃあ早速この曲を聴いてみましょう。はい、私を抱いた男は肌の冷たい男だった。見かけたところヤクザのような仕草に苦味のある男。私を抱いた男は街で拾った男だった。子供のような瞳の色が私を悲しくさせたから、私を抱い
いた男は二度と会えない男なのさ。ベッドの横の小さな紙に別れの言葉の走り書き、その字を見て私は初めて涙を流した。やり直しが聞くものならばもう一度はい、ということで夕べの男あわやのりこさんでしたけどもですね、いかがでしたでしょうか。お素晴らしい歌ですね。そうなんですよね、もうこの曲が流れると、はい、もうなんか体がもうローザになっていくっていうね、もう、はい、もうここでもなんか芝居を始めちゃいたいよう な, なんかローザがやってきたような感じですよね、はい、テーマソングみたいなんで、あの、はい、必ずあの舞台の中には、はい、あの流れてくるんですね。で今回も8月12日から17日ってちょうど真ん中に終戦記念日が挟んだ、はいはい、で今までできるだけ、はい、もうその終戦記念日を挟んで、はいはい、あの私たちはこのメッセージを、まあ、戦争で翻弄された人々の話、うん、女の話を、はい、あの伝えてきたっていうことがあって、はい、あのだからこう今年も8月にあのカートでできるのはものすごく嬉しいですね。なるほどね。今回あのお芝居をされる方、まあ、僕ら音楽もそうですけど、そのコロナ禍でね、いろんな多少長いことできなかったりっていうことございましたけども、うん、いかがでしたか。もう多少どころか本当にできなかったですね、うん、去年は、はい、もちろんローザーは中止、はい、それから、私たち夢座の公演もね考えていて、はいはい、それも中止になって、はい、もう、ね、何もかもできなかったんですけども、うん、もう一つだけはできたのがあるんですね、うん、でそれは、この横浜ローザーをニューヨークに持ってった時に、はい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 、話してもいいのかしら、はいはい、ニューヨークに持ってった時に、はいはい、ニューヨーク公演をやった時に、うん、15歳の少女が、はい、この舞台を見て15歳ですよ、うん、この芝居を見て、うん、私はもうこの生きていくっていうのがこの、ね、私にとってヒーローとなったって言って、うん、なんでって聞いたら、うん、何があってもこの人は乗り越えてった、うん、生きようとしたって、うん、彼女から聞いた途端に、うん、これは日本の、いや横浜の10代にも伝えていいんだ、うん、で私は帰ってきてすぐその宿題だと思って、うん、横浜市内の小学校、はい、中学校に、うん、高校にも声をかけて自分からですよ、うん、出前でお願いしますって言って、うん、そこで子供たちに横浜大空襲のね、はい、話を朗読、うん、夢座のメンバーと、それから音楽が孤独のグルメの栗木健さんが、うん、神奈川区に住んでるんで、うん、お願いして、うん、横浜ローザの音楽もニューヨークに行く時は栗木さんと坂本さんっていう方がやってくださったんですけど、うん、そんなご縁で今度は子どもたちの学校周りもして、うん、何が言いたかったというと、うん、唯一できたのがその子どもたちへの公演だったんです。コロナ禍でも長くなりましたけど、はい、それは素晴らしい。それが唯一できたんです、まあまあ、が杉田劇場っていうところで小学生に聞いてもらうことができたのが、私たちは本当に今年もやってきたばっかりなんですね、うん、7月の9日に、で14日には中学校でもやってきたばっかりなので、なんかそういう活動
がコロナ禍でできたんですね、うん、あとは全て中止。この、 あの横浜夢座っていうね、はい、あの今 VTR 撮ってますけど、こういうパンフレットをね、はい、あの送ってきていただいてですね、これ素晴らしい。この立ち上げがいつになりましょうか。これがね 20周年だったんですね、はいはい、だからこれの前にローザを私はやり始めてる、ね、そうですよね。そのやっぱりその横浜ローザっていうか、その横浜、私も20年ぐらい横浜にいましたんで、その見かけたことありますけども。 あります。もちろんもちろん。どこで、ね、あの伊勢崎町とかああいうとこでね。どんな感じ。年齢はいくつぐらいでした。いくつぐらいでしたかね。僕が住み始めたのが今30年前ですけどね。じゃあメリーさんも、メリーさんっていうか、はい、あのでももうお年でした。そうですね、まあまあ、そうですね。もう少し若いんですかね。私も一度お見かけしたことあるんです。そう、松下君がデビュー前に、はい、あの美空ひばりさんのところの事務所で仕事をしたので、ひばりさんについてずっと回ってたんですね。ひばりさんが神奈川県民ホールを、うん、であのコンサートをやった時に、うん、見に来られたんですよ。その時、はい、うん、初めて私は拝見したの。真っ白で綺麗で、うん、でそれはチケット買って、そうですよね、チケット買って美空ひばりを見に来た、はい、県民ホール。本当？その時私は初めて、あの方はどなたなんですかって、まあ皆さんご存知で、こうここでっていうお話を聞いて、その時は多分ミリーさんも若かったんじゃないですかね。30年。じゃあ綺麗だったんじゃないですか。綺麗でした。同じでも。だから貴婦人のようにこう傘を差して白い手袋をしてレースのドレスを着て、もうなんかあのフランス人形みたいな感じの方って、もうだすごく印象的で、優しく微笑んでくれたというか、なんかねすごくあの綺麗でしたね。あ、そう、はい、そう、残念ながらお会いしたことがないですか。私世代がちょっと若いからよ。なんか、ね、俺40年ぐらい前に、うん、高校の同級生が、うん、昨日メディさんに会ったとかって学校に来て、うん、教えてくれたりするんだけど、自分はお会いしたことない。ないですか。私伊勢崎とかでもう歌ってたから、うん、それであの1999年にあの横浜のドヤ街とかで歌ってたんですよ。あの寿町で。寿町で7年ぐらい歌ってて、でそういう時にさっき歌われたあの中川さんの曲ですよね、はい、あの満月の夕方、はいはい、うん、で中川さんとかのバングループとこう何回か会ったりして歌ってたのね。だからその時期ってね、なんかねもうちょっと白の化粧が薄かったような気がするんだよね。じゃあ腰は曲がってなかった。そんなにまだ曲がってなかったような気がしましたけどね。声はかけられなかった。あの声はあのお話ししたことはないですけどね、はいはい、うん、あのだからすごく懐かしいし、あのこの本をね出されましたけどもですね、はいはいはい、五代西子さんの、はい、伝説は、うん、このタイトルが横浜ローザ25年目の手紙っていう、はい、これ伝説は終わらないっていう書いてある。そう、伝説は終わらないはね、これはあのメリー、横浜メリーの監督の中村さんが、はいはい、あのこのためにキャッチコピーを考えてくれたんです。なるほどね、このね出会いとかいろんなことがねこの中に散りばめられておりますけども、ね、メリーさんと会った時のこととか、ね、それこそあのニューヨークに行った時のこととか、はい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 、そして25年やってるとあの子供も大きくなったりとかね、もういろんなこと、人生、うん、人生がそのまま重なってきて、うんうんうん、まあ、いつしかローザは五代美智子であり、うん、だからメリーさんという一つ の, あのモデルか、うん、さんから、うん、私はその戦争の後を生きた何十万という人の思いを、うん、この横浜ローザに込めて演じ続けていくうちに、うん、やっぱりあのこの中で私って誰だったのかしらねって問いかけるところがあるんですよ、うんうん、でそれはそのまま私に返ってくるんです。五代美智子にも、うん、私はちゃんと生きてるかな、うん、私は今どうなんだろうなって、そんなね問いかけをして答えがないまま25年経ってしまったっていう感じですね。私もこれ読ませていただきました。あ、はい、もう一気にもうすごくあの感動しました、うん、あのね、ちょっとあのニューヨーク公演までね、うん、の夢、うん、最初の夢が叶ったなんてすごいですよね。だからそこに行くには、うん、ちょっとやっぱ葛藤があったり、これを削ら、大事な部分をこう差し出さないといけなかったとかね、あのセリフを削る、うん、そこのところはあの
はしょっても前に行かなきゃっていうこの決断力がすごいなと思って、五代さんのすごくあのかっこいいなと思いましたね。うん、だから前に前にこう進んでいくっていう姿勢がすごくあの見られてね、うん、あの勉強になりました。本当素敵だなと思って。だからこうライフワークとして、ね、そうですよね。そう捉えてらっしゃるっていうか、あの一時期堀淳子さんも原爆の話を一人芝居だったんですよね。そうですね。あのまあ高円寺の芝居劇場で朝ちゃんっていうね、そうそう、うん、あの原爆の子供 の一緒にジョイントしたこともあるんですけども、あのなんかやっぱそれがライフワークとしてね、うん、あのそれを貫き通すっていうね、そうですよね、すごいなとか思いますよね、うん、本当にね、あの今日五代美智子さん感動しておりますけどもですね、本当に来ていただけるかどうかって、うん、あのね、にわかに信じ方がそうなの、もうあのやっぱりあのいろいろねフェイスブックとか見ててすごい、それから一度番組も見させていただいて、あ、そうですか、もうとってもあの心ある人たちが集まってる番組だなと思ったので、はい、ありがとうございます。もう、ね、実はね、いろんな丸山恵子さんからいろんな方ご紹介さ、していただいたりとかっていうゲストの方が最近多かったんだけども、五代さんに関してはね、僕直接連絡したもんね。そうしよう、そう直接ご連絡があったので、それもあの引き金の一つになったただやっぱりね、僕はね、横浜にほんとはっきりこう骨をうずめようと思ったわけ、うん、最初結婚してあの六本木に住んでたんですけど、うん、あの森ビルができる前で買い占めがあって住めなくなっちゃったのよ、うん、で娘が生まれたばっかりの頃ね、横浜に逃げるように行ったの、うん、それで磯子に住み始めて、あと中区に何年か、あ、まあ、20年ぐらいいたんだけど、うん、もうね、そこに骨をうずめようとしてたらちょっといろいろ事情があっていろいろね、いろいろそこからブルースが始まったんだよみたいな。でもね、横浜はすごくね、あの福岡で生まれたんで、やっぱ川とか海とかそういう風なものがあると心は安らぐんですね。うん、そうです、ね、はい、海はいいですよね、横浜。うん、もうあのもちろん川崎にも海がありますけども、はい、私はやっぱり横浜は あの、はい、ある人がね、その外から、うん、海風が入ってきて、はいはい、そして、川を登って、あの人情という、山にぶつかって人情の霧雨をと散らせる、つまり、はい、あの横浜はその両方があるわけですね、はいはいはい、ま、で知ってます、横浜って長谷川慎が生まれたところなんです。へ、長谷川慎ってわからないでしょ。わかんない、わかんない。長谷川慎というのは、はい、あの横浜の日の出町で生まれて、うん、であのおじいちゃんがすごい土木教諭をして、うん、とても大きな、でも途中で倒産して、うん、あの三菱ドックってありますよね、はいはいはい、あそこで小学校2年生で弁当小僧って職人さんにお弁当を配ってて、うん、であの伊勢崎町の芝居小屋の絵看板を見て字を覚えて、うん、そしてあの最後作家になって、うん、日本の今歌舞伎とかいろんなところやる大作家になっていく、うん、でもそこには、うん、横浜にあった人が人を思いやる人情という、うんうん、あのハイカラな横浜だけじゃなくて、うんうんうん、そういう思いが溢れている横浜っていうのを長谷川氏がやってたので、なるほど ねそういうのがあって、うん、まあ、その中で、うん、あのやっぱり私がメリーさんの方に目がいったっていうのは、うんうん、あの港祭りの日だったんですけどね、うん、そしたら私審査員だったんですよ、はい、でニューグランドのニューグランドホテルの前でこう審査員してたら、はい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 、こう斜め前のあの山下公園の前に、うんうん、真っ白に塗って、うん、もう背をかがめて、うん、ぐっと前を見据えてして、パッと目が合ったんです。で、その時に本にも書いてあるんですけど、うん、あなた、うん、私の生きてきた今までをどう思うの？答えてちょうだいって聞かれたような気がした。それで私は探し始めたの。答えてちょうだいって。で、あの人誰ですか？私実は初めてだったんですね。だからあの誰なんですかって聞いたら、あの隣にいたあの崎陽軒のその当時の会長さんなんですけど、はいはい、いやー横浜の名物だよ、はっはっと笑われたんですね。でも普通はダメ見ちゃダメとか言うんだったら分かるんだけど、うん、みんなが愛おしげに言っているっていう、
それで私が調べ始めてったんですね、一軒一軒、あのジーパンに帽子かぶって鉛筆とこれを持って、でメリーさんが来たと思うような店を来ましたかって尋ねていくうちに、あの本に書いてあるけど、彼女の人生が見えてきたんですよね。ですごくあの彼女は律儀で、でやっぱりこの町の住人として生きようとしていたから、ボンクレにはあの馬車道の商店街の人に西岡由紀子っていう名前でタオルを送ってるんですね。それであのアイオイっていう喫茶店があったんですけど、そこで自分のマイカップのコーヒーカップを買って、バラの花で綺麗、それ私持ってるんですけども、いただいて、でそれを持ってって、みんなに迷惑かかっちゃいけないから、私のコーヒーカップで私のコーヒーちょうだいって言って、そこで休憩して自分のひとときを過ごして、いざ戦闘地の伊勢崎町に向かっていくっていう、もうそういう彼女の人生を追いかけていくうちにもうどんどん見えてくるんですよね、その一人の彼女、私は身も知らなかった人がどんなふうにその戦争のあと、この横浜で生き延びるためにどうしてきたか、でその人がくつろいでいた場所が、あと伊勢崎町に森永ラブっていうのをお店があったの、そこでよくあのメリーさんはあのお茶を飲んだりとかしてたりとか、遊林堂の前に立ってたりとか、松坂屋が大好きだったとか、もういろんなことを見ていくうちに、この町の中でメリーさんがいっぱいこう笑ったり泣いたりして、それで、今日初めて来たの美空ひばりを聞きに行ってたっていう、そういうもう本当にこの町に、生きようとしてたっていうことを私は調べていくうちに感じて、まあ一人の女の物語として横浜ローザを作り上げてったっていう感じですね。ねという話題、美智子さんです。運命の出会いですよね。運命の出会いというか、なんか何かこうシンパシーを感じたのかなんかね。そうですね。すごい。出会い、まあ、さて、あのファックスメールご紹介しないと読む時間がなくなります。はいはいはい、今日ペラペラ喋っちゃうから止めてくださいね。カロさん、松下さん、今日は五代さんの登場ですね、私も毎年8月には横浜ローザの公園に赤レンガ倉庫に足を運ばせていただいてました。これはですね、岡地ですね。岡地さん、岡島君、95年にメリーさんが横浜から姿を消して28年、私の中では横浜の風景の一部でした、伊勢崎の藤屋前でメリーさんに声をかけていただいた時はびっくりしましたが、今思うと思い出の一部です、また五代さんとの思い出は日の出町のライブハウス、セラビーのセレモニーで五代さんの出演前に歌わせていただき、その町小金町や、ローザの舞台が終わり楽屋に行って写真を撮っていただいたのも貴重な経験の一つです、感謝です、8月12日からは芸術劇場での公演、こちらにも寄せていただくと思います、よろしくお願いいたします、くれぐれも暑い中ですからお体ご自愛ください、ご活躍をお祈りします、はい、ありがとうございます、嬉しいですね、ありがとうございます、なるほどね、毎年ね行かれている、他に今日たくさんありますね、たくさんあるんですね、どうしましょうかしらね、ですね、これは笑顔さん、笑顔さんがいただいてます、ミュージシャンの方々だけでなく、大女優さんのご登場ということで、音楽魂って素晴らしい番組ですね、楽しみに聞かせていただきます、ありがとうございます、これはあとはソソさん、これは須賀川ですね、須賀川のソソさん、福島です、本日のゲストが五代さんと聞き、思わずメールをいたしました、30年近く前にヒルトンベイで、ホテルというテレビドラマの収録時、ゲストは五代美智子さんと今は亡き岡江久美子さんのお二人でした、撮影をヒルトンベイの客として近くで見せていただきました、とてもテレビに映るそのままの方でした、五代さんはお着物で目力の強い綺麗な方で、とても仲睦まじくね、ご兄弟がお芝居をされていた、あの風景を思い出します、ニュースで知った時はね、コロナで亡くなった岡江さんのニュースで知った時はとても驚きました、
大変無念ですがこの場を借りてお悔やみを申し上げます、うん、五代さんの書かれた白い顔の伝説を求めての本と、うんうん、横浜の伝説シノルリのメリーさんの実話を演劇にされた横浜ローザー25周年記念、うん、横浜ローザー怪物の娼婦の伝説、うん、福島からでは出かけられませんが舞台のご成功を心よりお祈りいたします、うん、ということですね、ねありがとうございます、はい、あのオンライン配信もやってますのでオンライン配信やってますてでぜひあの分かったら若い人に聞いてみてください、はい、分かりましたじゃあそれね、はい、Facebook とかいろいろ SNS で、ねうん、あのホームページとかね調べてください、はい、あの福島のね福島のそうそうさん ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はいアトランタからもねちょっとメッセージがアトランタからですね、この番組14年目になるんですけど結構ねあのコツコツやってたら海外の方がねチャンネルを出してくれるちょっと海外でも聞くインターネットラジオになるんで映像も全世界で、はい、いいですかね、うん、今日は五代みち子さんがゲストということで妙なプレッシャーがありノーメッセージですが聞いていますありがとうございますアトランタありがとうございますありがとうございますありがとうございますねアトランタからもね、はい、福岡のミキさんも福岡のミキさん、はいはい、いただいてます、はい、今週のゲストは音楽魂では珍しい役者さん、うん、しかも大御所の五代みち子さんですね、うんはい、ようこそ初めまして、はいオイラは学生の頃役者やったこともありました、うんそれからは唐組にそれに大阪唐組ね唐十郎さんの唐十郎さん、はい、それに大阪の老舗劇団南河内万歳市場はお手伝いさせてもらってました、ねうん、昔の三重丸やはたまた元暴走族の総長だった役者の友達など、うん、いろんな方々と交流があるんで、うん、なんだか嬉しいです、うんはい横浜ローザーもちろん存在は知っていましたが、うん、恥ずかしながらまだ拝見したことがありませんだから配信しますから見てください、はいカフェというから配信しますので、はいはい、世界中で見れますのでますぜひよろしくお願いいたします17日が発売日ですから18ぜひチケット発売ですはい、はいはいよろしくお願いしますこの辺でちょっとかなおさんの リクエスト来てます、うんダイナマイトか春吉コールガールあやっぱりね予言が当たりましたかなおさん21日のライブも楽しんでください、まあ、21日ライブあるの、はいもう自分の宣伝忘れちゃうんだよ、ね、すいません21日どこだっけ21日はハイダウェイハイダウェイですね、ねあのはい、バンドでやりますねよろしく PS 実は大和田信也さんに憧れていますうん役者の憧れの声は大和田さんと江守徹さん江守徹さん声が ね、うん、確かにそうです、ね、そうですああ大和田信也さんの憧れの、うん、あの正義感が強い感じですよねあのノーコメントになっちゃったいやいや本当に家族の方が恥ずかしいんだけど失礼しますかっこいいですよね、はい、では後ほどね詳しくお伝えしていきますでありがとうございます、はい、いろいろねいただきました全部読めませんでしたが、うん、全文はあのお気持ちを伝えておきましたそうですね、はい、じゃあねここで、はい五代みち子さんの作詞されたね、はいはい曲がありますこれはテミヤンさんが作曲されて、はい、歌われてますけどもですね、はいはい、その曲をご紹介いたしましょう、浜のバラ その瞳に取り戻せない時を感じたよその瞳に宿る悲しさが心をついたよ無表情で高い声で彼女は言った私の時を変え
決してと、ローザ横浜の赤いバラ。馬車道のガスト際のベンチに座る白い影、その背中は曲がり足元は浪費、大きなキャリアバッグ引きずって赤い靴で一歩ずつ大地を踏みしめて歩いてく誇りある姿で、前だけ見ながら彼女はいた。時代に使い捨てにはされないよ、ローザ横浜の赤いバラ。中白いパラソルパッと開き、真っ赤な口紅さした金髪のあの人、若い思いで美しい心遣いのできる人、いつの間にか街地の人たちの名物になっていたんだよ。みなとみらい光を遠くに見据え、微笑みながら言ったの、私を忘れないでと、横浜の赤いバラ。はい、ということでね、素敵な歌じゃないですか、これね、かっこいいですね、ね、横浜っぽくて、うん、なんかね、あのカラッとしてるし、カラッとね、してるしね、うん、でもちょっと物悲しい感じですしね、うんうん、でもこの感じは好き、すごいですね。テミヤさんとはね、僕一度お会いしたことあるんですけどね。ああ、そうですか、ね、なんかあの素敵な歌をね、書かれますよね。はい、うん、あの生きるとかいう歌なんかすごい私大好きで、よく北原さんとコンサートやってるんですよね。でもあのすごくハートが熱い方なんで、うん、あの優しいし、あの、うん、結構好きですね、うん、だから何年か前のローザのコンサートの時も、うん、あのテミアンとか、はい、ダカーポとか、はい、日野美香さんとかが出てくださって、はい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 、ローザのためのあとはハコさん、山崎ハコさんとかがローザのための歌を歌ってくれたんだ。夕べの男をハコさんが歌ってくれたんだとかして、うん、あ、そうですか。あのとても素敵なコンサートの中でテミアンもこの歌を歌ってくれました。なるほどね。あのやっぱりその中心が横浜になりますよね、その、はい、だからな、どういう、やっぱりその僕も本当に少しだけですけども、横浜がその好きで、横浜の歴史をね、
ある立ち飲み屋のご主人と仲良くなって郵便局の近くにあるんですけど、そこで飲み歩いてたんですよ。でそのご主人からねずっと歴史をね、昔はジャズクラブとかいろいろございましたよね、戦後 ね、うん、だからそういうことをねいろいろ聞いてですね、すごく興味が未だにありますよね。あ、うん、だからなんか素敵なお店とか素敵な場所がありますよね。もちろん港未来のね方もあれですけど、僕と、うん、裏路地でが大好きで、野毛とか、あ、野毛はいいですね。野毛行きますよしょっちゅう。今は行かないですけども、前は行きました。ね、武蔵屋とか、あ、野毛武蔵屋を舞台にしたんですよ。ね、それ、ね、僕行ってましたよ。本当？三杯しか飲めないでしょ。そうなんです。おばちゃんがいて、の菊代さんがいて、はいはい、それでみんながね、はい、もう看板がないお店なんですよね。はいはいはい、本当のね七坪ぐらいのお店で猫がいっぱいいる。はい、猫がね、いましたね。舞台にしました。舞台に、なんかやっぱりそういう町、古いところと新しいところのこうバランスが一つの町づくりをね、しているような気がして。なんか綺麗なとこばっかりね、だとなんか物足りないんですよ、なんかは。だからその両方あるところがやっぱ素敵だなとか思ってて、そうですね、もう伊勢崎町なんかも、はい、実は私たち伊勢ブラとかあったんですけども、はい、どんどん町が変わってきている中で、うんうんうん、まあ、このメリーさんを見て調べてって分かったのが、伊勢崎町の奥に飛行場があったんですって。知ってます？知らなかった。飛行場が、それ聞いたことありますね。そうそう、今大きい道路があるんですけど、うん、それはね滑走路だったんですって。あ、そうそう、それはね米軍の滑走路で、そこは日本じゃなくて米軍だったから、その米軍のかまぼこ兵舎がいっぱいあったんです。あ、かまぼこ兵舎、それがギーって、ー、まあ、私はいつも伊勢崎町の富士屋のね、ホットケーキが好きだったんですけど、まあそんな横浜にはたくさんの歴史がありますね。なるほどね。本当にね、もっともっと話を、お話をねお聞きしたいんですけども、はい、これ1時間じゃ足りないです。うん、足りないぐらいですね。桜田君久しぶりに、はい、ね、今日初めてお会いしていかがでしたか？いや、近くに住んでるんで、あ、そうか、そうか、すごく親近感があるというか。いきなり会った途端にね、もうすぐギターを弾いて、いや、僕ずっと広北区で育ったんで。あ、そう、でもなんかすごく初めてなのに、こうやって会わせていただいて、とっても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとリクエストの、僕一曲リクエストあったんで、その曲をやりますか。そう、メリーさんっぽい歌。メリーさんっぽい。違うね。僕博多に学生時代行って、昭和というところで歌ってて、まあそこには海援隊とかチューリップの先輩たちとかね、ちょうど長渕君とか一緒の時に歌ってたんですけど、まあその時に20代の頃に歌ってた歌があるんだよね。これはね、中洲の裏のね、ね、針吉っていう場所があって、そこにやっぱりその体をね、売るというか、そういう商人たちが住んでてね、まあ、そういう、針吉コールがあるという歌をちょっと出していただきます。私は博多愛した男が旅に出て
さ。街行く男に声かけちゃ。はい、春よしコールがあるという歌をね、昼間からちょっと暗くなっちゃったのでいやすごい迫力がすごかったいやいやいやね、あのいつもなんかあのこうやって歌をね、生歌を歌う番組なんですけども、今日ね、女優さんでねお見えになりました五代美智子さんですけどもね、初めて歌っていただけて本当に光栄です。なんか、ね、本当ね、もう初めてなんです私こうやって、でも歌わせていただいていい経験になったので、また来てください。また来てください。これ、ね、楽しめました。ありがとうございました。ね、ということでですね、はい、あのこの、今日のね、はい、あの今回横浜ローザのね、はい、あのちょっとあの告知をもう一度、はい、松下さんの方から、はい、はい、横浜ローザ8月12日から、はい、8月12日から、はい、17日まで、はい、これは、カート神奈川芸術劇場の大きなスタジオでやります、はい、それから配信の方が8月22日から29日までオンライン配信、うん、はい、となっております。そうですね。これはホームページを見ると、はい、あのチケットの購入方法とかご覧になれます ね。カンフェティのチケットから、はい、あ、はいはい、ま、補足していただいて、補足して番号がありまして、ありますか、はいはい、チケット神奈川が0570-015-415がありますので、はい、神奈川チケットにあの電話の方はお申し込みください。はい。はい、まあ本当にね、あの今お稽古始まったばっかりなんですけども、そうですよね、もうみんなで、あの今日もこの後稽古なんですけども、はい、あのこのコロナ禍の中でのローザは、うん、はい、一体何を皆さんに語りかけるのか、それを本当に今あの稽古場で必死に、はい、はい、稽古しながら、うん、私自身も問いかけながら、新しい横浜ローザを生み出そうと、はい、今稽古に猛稽古に入ってますので、ぜひあのお越しいただいて、はいはい、または配信を見ていただけたら、はい、嬉しゅうございます。はい、はい、ということでね、横浜ローザ、はい、8月12日から17日までですね、これはね、これは僕はあのあれですかね、あの KAAT カート、カート、カートですね、うん、これは どこら辺に、場所は スタジアムの近くですか？あのね、スタジアムの近くですけど、日本大通りの近くで、はいはい、今あのハイアットホテルがあるんですけど、その横ハイアットだよね、ハイアットの横にあるんです。なるほどね、これ、神奈川芸術劇場という、ね、そうですね、はい、芸術劇場、山下公園の近くで、ニューグランドのそばでもあるんですけど、ね、はい、なるほど、あのパスポート取るところのすぐ近く、貿易センターのすぐ後ろにあります、公園する、ね、はい、なるほどね、この公園ですね、これ、はい、12日から、17日まで、はい、ぜひね、僕らもね、みんなで行きましょう、ね、ああ、ありがとうございます、ぜひ、うん、それで、あの配信もありますけどね、はい、うん、本の方も、はい、あの有林堂さんから、はい、あの出版してますので、はい、ぜひ、
すみません、僕が聞きませんよ。ユリドからの、ね、ローザ、横浜ローザ、25年目の手紙、はい、もうこれはあの舞台では、うん、分からないようなことも全部書いてありますので、はいはいはい、ぜひあのこれもユリドさんに行ってあの見ていただければと思います。はい、はい、ということでね、あの素敵な時間をありがとうございました。最後になりますけどもですね、この横浜ローザ、これ映像撮ってますけどもね、あのいかがでしょうかね。これは、いつ頃の、もうすごい前ですね、あの15年ぐらい前の歌なんですけども、あの歌自体は今も私は今回もこの同じ歌を劇中で歌うんですね、はい、でも歌い方が全然変わってきてる。どっちかっていうとあの芝居仕立てに今はなってます、はい、でこの時はちゃんと音楽に合わせて歌ってるんですけども、はい、ほとんど語りになってますね。なるほどね。これをね、あの、はい、皆さんにご紹介いたしましょう。ちょっと恥ずかしい、はい、ねえ仲間たち、はい、はい、お願い一緒に飲んでね、私のおごりよ朝までいて、自由なのよ今夜からは、あいつが死んだ私の彼20年も一緒にいた。亭主だけどあのろくでなし、お願い一緒に飲んでね、あたしのおごりよ朝までいて、いつもお酒飲んでばかり、取り柄のないあのろくでなし、彼のために泣いてなんかあげないわ、そう決めたの。お願い一緒に飲んでね、陽気なお通夜よ朝までいて、思えば長い二人の暮らし、いいことなどいくらもない、そのいくらもないいいところがどうしてこんなにちらつくの。お願い一緒に飲んでね、朝まで飲みましょう仲間でしょう。おかしいわね、自由なの。おかしいわね、胸が痛む。苦労ばかりの二人の日々を消せはしない、二十歳の春。さあ元気よくパッとやるのよ、あたしのおごりよ朝までいて。ねえみんな飲んでる？結局飲んでね、今日は全部あたしのおごりよ、朝まで一緒に飲み明かしましょうよ。あいつが死んだの。ということでね、いかがでしたでしょうか。あの恥ずかしいね、うなぎさん、若かりし頃の、いや舞台でこの場面がどうなってるかっていうのを目撃してほしい。またね、今全然変化してるので、なるほど、同じ歌が、はい、ね、皆さんあのぜひねお越しいただきたいと思います。この横浜ローザね、はい、8月12日から、17日までになっておりますけどもね、配信もございますのでね、そちらもお楽しみいただきたいと思います。本日のゲストはですね、はい、五代美智子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた歌い生歌はやりましょうよ。ぜひぜひ。すごいいいじゃないですか。いいじゃないですか。失礼ね、え、ぜひぜひ。生まれて初めてでした。ありがとうございます。嬉しいです。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、桜田たけしと、はい、松下としみ、花井美智子でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。
姿優しい、あの人は今はない。